ビッグモーターが中部運輸局の聴聞を欠席、行政処分が確定する見通しです。中古車販売大手ビッグモーターをめぐっては、不正な保険金請求などが明らかになり、国土交通省は立ち入り検査を行った全国の34店舗を行政処分する方針を示していました。このうち中部運輸局では、名古屋市港区の名古屋茶屋店に対し、民間車検場の指定取り消しなどの処分を検討していて、今日会社側の言い分を聞く聴聞の場を設けましたが、ビッグモーター側は出席しませんでした。中部運輸局ではこの結果を踏まえ、近く指定取り消しの処分を確定させるとしています。